どうも、クワです。ニューカレドニア2日目の朝でございます。今日はですね、実はニューカレドニアにはですね、そんなに滞在せず、午後4時半ぐらいの飛行機でバヌアツに向かいます。で、まあ、それまでね、時間があるので、チェックアウトして、携帯のね、SIM カード、と、あと、まあ、簡単にお昼ご飯というか、朝ご飯というか、昼ご飯というか、を食べてですね、ちょっと街をうろうろして、多分タクシーで空港に向かいたいと思います。なんか本当はシャトルバスの送迎みたいなのも頼んだんですけど、なんかうまくやれてなかったみたいで、まあ、ちょっと今回の、空港までの道は、せっかくシャトルバスがあるんですけど、タクシーとなってしまいそうです。で、天気もね、外、光に光って、かなりいい感じなので、あったかいんじゃないかなと、南国を感じられるんじゃないかなと思っておりますので、まあちょっと海の方にもね、行ってね、周りを見回して、空港の方に向かっていきたいと思います。まずはね、とはいえ、シャワー浴びて、準備したいと思います。では、行ってみよう。フロントに行って、チェックアウトをしました。今、空港までのタクシーを手配してくれてます。はい、というわけでですね、チェックアウトして、タクシーも呼んでもらって、1時40分に、またホテルにね、戻ってくればいいとのことだったんで、それまでちょっと街をフラフラして、なんか両替とかもね、全然日曜日なんで銀行閉まっちゃってできないらしいです。なので、とりあえず SIM カードをゲットしに行きたいと思います。はい、というわけでですね、SIM カードを買おうと思って OPT に来たんですが、閉まっております。日曜日マジ何もやってね、どうして、どうしようかな。 とりあえずね、面白そうななんかマルシェっぽいのがやってそうなところを見つけて、まあとりあえずフラフラしたいと思ってます。小さいマルシェみたいのに来ましたが、現金がないので何も買えません。着場でね、サンゴ礁って感じですよ。かなり綺麗です。あ、魚もいっぱいいる。かなりもう時間の流れがゆったりで、なんかだんだん眠くなってきてあれなんですけど、もうちょっと時間もね、たっぷりあって、日曜日なのでお店も閉まってるので、かなり何もできない状態です。太陽的には暑いんですけど、風があってかなりカラッとしてて気持ちいい状態です。なんかちょうどいいね、秋なのに夏みたいな、あったかいけど涼しくて気持ちのいい秋みたいな。今ですね、やっと店員さんが来て、なんかエビのやつとビールを頼みました。まあクレジットカードも使えるみたいなんでね、現金のない僕にも安心です。風が強い。わりかしめっちゃうまそう。せっかくなんでね、ビールも頼んで、もう飲んでます。うまっ、めちゃくちゃうまい。エビが濃厚です。うん、めっちゃうまい。問題はですね、フレンチフライの量がえげつないということ。これ一人の量じゃねえだろ絶対。エビがうまい、めちゃくちゃうまいです。これというわけでですね、昼からビールを飲み、
シュリンプエビを食べ、最高の昼ご飯でした。かなりねおすすめですね。結構見た目もいい感じで海も感じれるんじゃないでしょうか。こんな感じです。マルシェのすぐそばにあります。ちょっとよくわかんないけど教会に来てみました。何でしょうね、入ってみようかな。行きましょう。一番の高台でなんだよな、きっと直撃してるけど、シャッター街がで続いてるように分かるように、本当に日曜日お店何もやってないみたいですね。全部がパーキングとかすら閉まってますね。こういうところも全部暗いままです。本当にやってるのは一部のレストランと一部のなんとかみたいな感じなんで、ちょっとね正直びっくりするぐらい何もやってないっす。これがチェックイン表です。12時50分に大阪行き回るみたいですね。16時35分のポートビラに乗ります。はい、というわけで空港まで来ました。またインターナショナルエアポートで昨日ぶりのインターナショナルです。で、一応 e チケットの方にはエアバヌアツって書いてあったんですけど、エアカランでチェックインができました。むしろここしかチェックインがなくて、エアカランでしかできないみたいです。一応一通り空港の中を 見ようと思うんですけど、特になさそうなんで、もう保安検査抜けてセキュリティ抜けて入っちゃおうかなと思ってます。では早速、保安検査の中に行ってみたいと思います。至る所に日本語が書いてあって、日本人のか海外人のか。土産屋さんもちょっと見てみようかな。いざニューカレドニアからバヌアツへ乗り込みます。Les appareils volumineux tels que les ordinateurs, vidéocaméras doivent être rangés dans les coffres à bagages durant les天気良さそうじゃないですけど、あっちの方は晴れてますね。ここからね、両替とSIMカードを手に入れてタクシーでホテルに向かいたいと思います。これが、今日泊まるホテル、なんか謎にベッドが3つありますけど、僕一人ということで、贅沢に使っていきます。でね、まあ Wi-Fi はないのか、 Wi-Fi ないとかある。シャワールームとトイレと、まあ安い宿なんでね仕方ないと思いますが、もう全電気をつけたまま寝てやろうか悩むぐらいです。というわけでですね、ホテルだけはちょっとちゃんとしていたい僕がですね、ちょっと良くないホテルを取ってしまいました。なんかまあお水も飲めそうにないんで、水とね、なんかご飯と、あとはまあ適当に朝ごはんになるものというかを買ってね、持って帰ってきてここで食べたいと思います。